島パールもあるんだ。へえ。パールライスって思っちゃいますからね、これマックンと。よし。で、あのでかい建物のあたりじゃないかな。セブンイレブン、なんかあれか、色警戒条例入ってんのかな。へえ、色なんかあれだね。書いてあるんだ。三重県って景観条例あるって聞いたことないけど、もしかしたらこの辺りはあるのかな。ね、色合いが京都とか奈良で見るあれですよね。へえ。ノスタルジック。いいじゃないですか。奥さんが、なんとかか。ね、セブンイレブンが。百貨銀行の ATM あんとこなんだね。この奥のところもなんかいろいろとありそうですけど。そういや、その、あれの場所がわかんねえな。そうや、カフェラテが飲めるチケットはね、あ、そうや、あれタダで飲めるらしいですけど、しまったな。ちょっと遅すぎたか。もう6時やもんな。あ、5時か。6時半。どこなんだ？うまいってわかってねえな。そこ抜けたら上の刺激が。ちなみにあの南北にね走ってる、この伊賀鉄道ですけど、この上の線のあたりだけは横断するっていう形になってます。こうクランク状になってるんですよね。あ、60分無料の駐車場とかもある。広いね。そう、再整備しましたからね。綺麗なんだ。ね、ここのあたりとかも建物も綺麗になってますし、いいですよね。近畿日本ツーリスト入ってんだ。山崎ショップとか入ってんだね。へえ。駅はあっちの端っこの方。ちょっと歩かないといけないですよね。よしよしよし。まあ、どこだったんだろう、分かんなかったな。商店街とかあるんですね。でももう言うとるちゅうか。よし、何分か。こっち何で気に立てた方がいいな。よし、ちょっと待った。スタートが遅すぎましたね。あと、改めて、来たいですね。よし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 。いろいろとあるみたいですけど、結構日曜日しまってたことだね、忍者市駅。これが、忍者市駅、もとい上野市駅という名の、菓子の駅。さすが忍者はね、化けるのかうまいと。38分。10分ぐらいあるか。あ、10分ぐらいあるな。よし。あ。ちょっと、エグピーとか、あれのあたりとかで多分映画館とかあったのかな。で、なぜか。なぜか、テンプロンツ像あるんだな。なんで。松本零士さん。へえ。あ、そうか。あの、伊賀鉄道のあれのね、あの、実は、あの、忍者鉄道のデザインを担当されたのが、そうですよね。松本零士さんですよね。そうだ。名古屋にあるんですね。
なるほどね。まあ、とりあえず、中入っていきましょうか。六の市のね、あれもありますもんね、東は。それとサッカー、豊富なんですね。これあれなんか、近鉄のやつも買えるんだ、特急券。へぇー。すげえ、あ、伊賀カンペのやつもここで買えるんだ。へぇー、便利。で、あ、出してなかった。